PRP、FGF でできちゃったこの膨らみは直すことができません。取り返しがつかないんです。このチャンネルではお顔の若返りの悩みを中心に美容医療のさまざまな悩みを解決する、そういう情報を発信していきます。ぜひチャンネル登録をお願いします。こんにちは、コスメディカルクリニックシンシア総院長の又吉です。今回の動画では目の下のクマ治療として行われる PRP あるいは手術プラス脂肪注入プラス PRP などの危険性、 PRP の危険性についてお話ししていきたいと思います。 PRP っていうのはどういう治療かっていうと、自分の血を抜きます。特別な機械にかけて遠心分離かけると血小板がいろいろな成長因子グロースファクターを吐き出す、それを回収して注射していきましょう、そういう治療になります。自分の持ってるものだから大丈夫安心なんて言ったりします。ところが PRP っていう治療ですけれども、所詮数 cc の血小板が吐き出す量のグロースファクターです。個人差ありますけど本当にちょっぴりです。血小板が働くのを利用したら肌が綺麗になるんだったら、いつも内出血しているプロボクサーなんか美肌揃いですよ。そんな話聞いたことないと思います。実際 PRP っていう治療はほとんど効果ありません。だから韓国ですらヨーロッパ諸国ですら美肌治療として行われてないですよ。ほとんどよく調べればわかります。韓国 PRP ほとんどないです。韓国では膝の痛みに対する治療とかそういうのに使われたりしてます。じゃあなんで PRP が日本で使われてるかっていうと、日本は承認がガバガバなんですよ。お医者さんの裁量が大きいんで、効果なくてもなんとなく使われてる。偉いなんか大学の教授とかが PRP とか言い出したらそのまま使われちゃうんですよ。よく考えてみてください。 PRP 単独で使ってるクリニックほとんどありませんよ。 PRP ほとんどそれだけじゃ効果ないからです。じゃあ何をみんなしてるのかっていうと、なんとか PRP とか言い出します。混ぜ物するんですよ。一番使われているものが BFGF っていうファイブロブラストのグロースファクター、要はコラーゲン作ってる細胞を無理やり働かす物質があります。日本の医療現場でも普通に使われている物質ですよ。これを添加するんですよ。BFGF どういうところで使われてるかっていうと、床ずれってご存知ですかね。お年寄りとか病院とかで意識がない人なんかは寝っぱなしになってると血流が悪くなって腐るんですよ。こういうところとか、お尻のこういうところとかなんですけれどもね、腐っちゃったら治療しないといけない。その治療をするときにシュッシュって吹きかけると、ファイブロブラストって言ってコラーゲン作ってる細胞がすっごい頑張る、コラーゲン作る、ぐじゅぐじゅだったのが塞がるっていう治療があります。これが BFGF の元々の使われ方なんですよ。コラーゲン増えるんだ、美容外科医考えました。 PRP じゃ効果ないけれども、コラーゲン増える物質混ぜたらどうなんだ。コラーゲンめちゃくちゃ作られるようになったんですよ。このコラーゲンなんですけれども、必ずしも悪くないんですよ。うちでも BFGF 使いますよ。ただしこれで作られるコラーゲンっていうのは怪我を治すコラーゲンに近いんですよ。半根、胸切った、お腹切った、傷治ります、それの傷の硬さと近いものが作られると思ってください。まあ例えばそのコラーゲンなんですけど、ほんのちょっとなら悪さしません。シンシアでの使い方、あるいはちゃんとしてる美容外科ならダーマペンとかもうやって水光注射ですよ。ほんのちょっとだけ皮膚に質量として存在しない程度のコラーゲンを作らせるのに非常に役に立ちます。が、これがボリュームを与えるほどの硬さになると、それはとても硬い半根のコラーゲンと同じになりますよと。人体で一番薄い皮膚である目の下、あとはこういうところとかこういうところでもそうなんですけれども、動きが大きいところに入れてしまって、そこに硬いものがあったらどうなるか、
それをこれからお見せします。FGF っていうのの作ってる会社があります。ホームページお見せします。フィブラストスプレーっていうものですけれどもね、 BFGF の適正使用に関するお願いっていうページをわざわざ作っています。これをクリックすると、昨今顔面のシワとかへこみに対して PRP に FGF を添加した混合物を混ぜてるクリニックがありますが、これによってボッコボコになってる患者さんが続発してるからやめてください。美容外科学会でも問題になってるからやめてくださいっていう報告をしましたよっていうページをわざわざ作ってます。こういうページができるっていうのは、日本にめちゃくちゃ大変な数の人たちがボコボコになって初めてこういうことをするんですよ。被害者が続発してるんです。これ気をつけてほしいと思います。実際に PRP 治療をクマ治療として行った患者様をご覧に入れます。この患者様なんですけれども、そんなに悪くないように見えてるかもしれません。ですがクマ治療とそして皮下脂肪がいるべきこの部分に対して PRP プラス混ぜ物、おそらく BFGF でしょう、これを入れた治療を行ってます。この方がどうなったかというと、力込めた時にこうなってます。硬いもんがここにいるんですよ。これコラーゲンです。自分の作ったコラーゲンだからいいと思うじゃないですか。硬いものが動きの大きいとこに作られちゃうものだから、動きについてこれないから持ち上がってくるんですよ。すごく目立ちます。目の下ですからね。残念ながら斑痕は皮膚と周りの組織と固着しちゃって取ることができません。この部分に皮下脂肪とかを入れすぎてるクリニックすごいいっぱいあって、それならまだ取ることできることもあるんですよ。ですが PRP、FGF でできちゃったこの膨らみは治すことができません。取り返しがつかないんです。クマ治療と称して PRP やってるクリニックいくつかありますし、手術してるところで PRP 混ぜちゃうところあるんだけど、結果こうなってることがあります。 PRP 全く効果なきゃそれでいいんですよ。お金余計に払っちゃっただけで済みます。ところが PRP と FGF がマジで働いた時にこうなっちゃうんですよ。いかに危険な治療か。定性的にはできても定量的にできないんですよ。狙ったボリュームは作れないわけなんで、すごく危険なんです。これよく覚えておいてください。この患者さんですがどうしたか、もうこのブヨブヨ治せない。でそんなにすごい膨らみ目立ってるわけじゃないんですけど、この膨らみ減らしますよ。 PRP プラス FGF でできちゃったこのしこりは治せませんから放置です。そして皮下脂肪がこういうとこ痩せてますんで、ここは回復してここのつながり良くしましょう。これが限界です。で実際どうなったかっていうと、涙袋がちょっと出るようになった。ここはしこりとしては残ってるんだけれども、笑った時はあんな風になっちゃうんだけれども、もう残すしかない。ただこういうところのへこみを良くすることによって流れが良くなるんで、術前よりは良くなってるっていう話になります。涙袋このブヨブヨに埋もれてます。これを最初に治療すればいいもの一番大事なんだから、クマ治療と称して FGF、PRP をここに入れました。斜めから見るとわりかし目立ってます。ここ中顔面痩せてます。この感じに比べると曲がりなりにも涙袋が出てます。解剖学的に正しい状態まで眼下脂肪のヘルニアをなくしました。膨らみをなくしました。ここは放置してるけど、ここをマイクロコンデンスリッチパッドで回復することによって一つの塊感が出てます。涙袋つるんとして見えちゃう形にしたっていう、これが限界になるんですよ。本当はやってさえいなければもっと綺麗なんですよ。笑ってても大丈夫なんですよ。だけどこれをやったことによって、なんとか修復にしてますけれども、この人のベストじゃないんですよ。最初にうちに来てくれればこんなことにはならなかったんですけれどもっていう、これ理解してほしいところです。とても重要です。悪気なくやってるドクターもいるし、ボコボコになってんのを知りながらやってるドクターもいます。やってるところはボコボコの術後相談めちゃくちゃあります。うちに何十人も来てます。全国展開してるクリニックからも何十人っていう、
そういう状態で来てるんです。治療できるんならいいんですけれども、入り口が間違っちゃったら取り返しがつかないことにもなることがあり得るっていうふうなことを理解していただければと思います。クマ治療に PRP 治療はダメです。ダメ、絶対。 PRP 治療って世の中では自分の血小板を使うから、自分のコラーゲンだから安心、こういう風潮ですけれども、実はとてつもなく危険なアンコントローラブルな治療なんだっていうことをお話しいたしました。ということで今回は PRP FGF の危険性についてお話しさせていただきました。これからも皆様の美容外科治療が安全に行われるための知識を持っていただくための動画をどんどん上げていこうと思っています。今回の動画が良かったと思ってくださる方、これからもシンシアの動画を見てくださる方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をしていただけるとすごく嬉しいです。これからもよろしくお願いします。今回は最後までご覧いただきありがとうございました。